ヨシフ・ニコライエービチ・エルモリエフは、ロシア帝国、フランスの映画プロデューサーである。アメリカ合衆国では、ジョゼフ・エヌ・エルモリーエフとして知られる。ロシア帝国に生まれる。モスクワ大学法学部在学中の1907年、パテ兄弟社モスクワ支店に、若年技術者として採用された。1年後には、販売部門の責任者、3年後にはロシアにおける、 同社の最高経営責任者になっていた。1912年、ロストフなどぬで、サイレント映画制作の専門会社、エルモリエフサルヒンセゲリ商会を創業した、ペーター・セルギー。1915年、モスクワでエルモリエフ商会を設立、120本以上の映画を制作した。1917年の10月革命後、クリミア半島に移った。 同地域にはまだボリシェビキが支配しておらず、ヤルタに死者を設立した。その後白軍は駆逐され、1919年8月例をもって、レーニンは、1920年2月15日、映画産業を国有化した。エルモリエフは、自社の俳優と技術者を連れて、ロシアを離れ、ギリシア籍の商船に乗り込み、コンスタンティノープル経由でフランスを目指した。同年8月、 パリ郊外のセーヌサンド2県モントルイユにある古いパテ撮影所内に法人を設立した。同法人は、ソシエテールイコールシネマと命名、当時の金額で100万フランを資本金のために調達し、そのうちの70%をエルモリエフ自身が出資した。以降2年間で40作以上の映画を制作し、1922年の秋、ドイツに移った。 エルモリエフの仲間であるアレクサンドル・カメンカとノーエ・ブロッシュはアルバトロス社を設立。同社は1920年代末までにフランス映画界に重要な役割を果たした。エルモリエフは同年から1928年までにドイツ映画を大量生産した。特にミュンヘンでは L= イコールフィルム GMBK1 を設立している。やがてトーキーの時代が到来し、ドイツでも バイエルンでも社会政治的問題が起き始めたことから、エルモリエフはフランスへ移った。1929年以降、エルモリエフはジュール・ベルヌの小説、皇帝の密集を原作に6本の映画を制作。1936年には大ヒットを得た。レジオンドヌール勲章を受賞した。1937年、ハリウッド世界を見分するため再びフランスを離れた。 ユナイテッドアーティストで2作をプロデュース3作目は1943年にメキシコでロケーション撮影を完光したミゲル・エム・デルガド監督の皇帝の密施。1962年2月20日カリフォルニア州ロサンゼルスで脳卒中により死去した。万7 2歳没。特筆以外はすべてプロデュース作ジュールベルヌの小説皇帝の密施。 ありがとうございます。